私生活とか？私生活はね、あのね、外に出なさすぎてやばい。やばいなって。あ、さっき倒れるかと思った、寝る前。なんかね、声低くない？それ、あれ？あれ？ん？まあいいや。あのね、なんかね、10時ぐらいかな？ 11 時ぐらいに、飴を噛んでたんですよ。バキって。バキバキバキって飴た噛んでたら、こめかみがパーンって、あの、なんかね、痛みが全くないんだけど、なんかぶん殴られたみたいになって、うちのおばあちゃんがね、なんか、くも膜下出血で倒れてるから、あれ？これか？と思ったんだけど、そう、あのね、目が、まあ、顔面、揺れた。あ、視界が揺れた。なんだろう。視界が揺れた。ボーンって。でも、痛みとかないんだよね。全然、頭痛はあったけど、なんか、なかった。わかんない。なんだろうって感じ。謎、初めて起きた。そんな感じやな。はい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 。よよよよよよよ。あ、ハロウィンありがとう。なんだろうね。なんか、でも痛みがあったら怖すぎ、もう終わりだよね。怖いけどさ。なんか、ああ、ご利用者ありがとう、ザワーク。100もありがとうございます。こんばんは。家で何してるの？何してんだろう。仕事してるから。いやー、本当に面白いぐらい時間が経ってくよ。アクリストさんありがとう。お大事にね、無事を祈ってる。ありがとう。ゲームとかしてんの？ゲームする時間が全くないな。あー、ゲーム好きなんだよね。すごいゲーム好きでね。友達ともやろうって話してるんだけど、全然できてない。なんか結局、いつ暇ってなるじゃん。いつ暇、いつでも遊ぼうねってなって、半年とか経つ。ちなみに今片手でスマホを投げて遊んでます。はい。どんなゲームが好きなの？どんなゲーム？ホラゲーとか好きだよ。ホラゲー、あとなんかスマホゲーが好きだね。スマホで遊ばない？昔使ってたスマホ。くるくるくるってして。時間がないと朝だとだね。でも遊ぶ。遊ぶ。遊びたい気持ちもあるけど、なんか、この間ね、なんか会社の人と喋ってたんだよね。その、遊びたいけど、遊べないみたいな。結構真面目な話してて。あ、あれだ、昨日だ。今朝だ、今朝。直近の時も、日にち感覚が忘れた。そうそう。なんかその遊びたいけど遊べないって、なんかなんだろうな。遊んじゃい、なんか、そんなことしてる場合じゃないんじゃないんだろうか、みたいな。すごいね。なんかね、深いところまで喋った。そう。その、なんだろう。なんだろう、今すごい失言しそうだな。すごい失言しそう、寝ぼけ、鬼起きだから。精神的な方とかじゃなくて、なんだろうな。なんか、他にすることがあるのでは、みたいな。遊んで、今もそうなんだけど。まあ、みたいな話をしてたの。結構真面目な話をしてた。
待って、ミンティア食べた後に甘い紅茶飲んだら、甘い紅茶が甘くない。多分ミンティアの方が糖分多いんだ。これすごいことを気づいた。ミンティア辛いのに甘いよ。まあ3時か。うん、おいしい。やばい、今すごいのんびりしてるじゃない。ワナさん、お茶わかありがとう。いや、すっごいのんびりしてる。やばい、ちょっと待って待って。ほら、何も頭忘れてる。今何も、ほんと頭が何も回ってない。ほんとぼーっとしてる。ほんとに一人でいるときみたい。一人でいるときみたいにぼーっとしてる。何にも考えてないで、コメントをずっと眺めてた。ちょっと待って、急ぐわ。何を急ぐかわからないけど。急ぐわ、ちょっと待って。いや、これが好きなんで、私は。これ、ああ、お茶わかりとさん、エリアさん、ありがとうございます。そう、私はね、この時間がね、好きなんですよ。ちょっと待って。このね、ぼーっとしてるのが好きなの。うん。そうね、これが好きなの。いや、ちゃんと考えて喋ってるよ。今。2割程度。なんかおすすめのゲームない？たまにはなんかして遊ぼっかな。あ、かわいい、何それ。わーっつって鳥がさ、かぼちゃから飛び出てるんだけど。まるで桃太郎みたいな、これ。うん。スイッチの64。スイッチの64ってなんだ？ポケモンのダイパリメイクとか。あー。あ、待って、最近一人で、あれやってるわ、あつ森。あつ森してるわ。あっちもに。くにおくんって何？人の名前？え、アプリ来てた？ほんと？嘘だよ。あ、でさ、昨日さ、集まりしてたんだよ。集まりしてたらね、なんかね、誰か引っ越そうとしててね、結構、いい、あ、音出てる。あのね、引っ越してっちゃったかもしれない。間違えてお、なんか、行ってらっしゃいみたいなこと言っちゃってね、狼みたいな、キャラクターだったんだけど、あ、引っ越しちゃったかもしれない。あ、行って、頑張ってね、みたいな。おう、なんか頑張るぜ、とか言って。おう、ありがとう。あ、待って、言って思ったんだけど。行っちゃったかな？アプデ来てる？ほんと？ちょっと、一回終了するか。一回終了して。あ、アプデなくない？あ、そうやな。え、悲しい、嫌なんだけど、どうしよう。いや、行かないでほしいな。ちょっと嫌だな。行っちゃったかな？いや。あれ、アプデ来てる？もう何もアップデされないよ。来月？だよんだよ。またあれかよ。またエアップとかいうやつかよ、ほんとに。ワザップか。ワザップか。エアップじゃなくてワザップか。待って、なんかさ、ずっとさ、ローディングしてるな。あ、どうなってんのこれ。壊れたかもしれん、あつ森。ね、起動、え、遅い、やっぱり？やっぱ遅いのか、あんな。遅いのか、これ。なんかめちゃくちゃゲームしたいなぁ。なんかゲームを10時間ぐらいしたいなぁ。
10時間。引っ越しのショックで壊れちゃったか。で、引っ越して相当なんかあれらしいね。雨降ってる。綺麗。ありがとう。誰？ありがとう。なんか泣いてんの、雨。綺麗だね。心の涙ってやつ？体調悪い。体調悪すぎてゲームしたい。また。いや、ほんとに最近なんかね、もうなんかずっとなんか、もうなんでもいいからさ、なんかもう長いゲームをひたすらもうやってる。いや、痛いね。でもひたすらゲームをずっとやっていた。ストーリー系。ストーリーストーリーじゃないのもいいかもな。ダークソウル。ダークソウルマジやばくない？ダークソウルさ、私下手くそすぎてさ、マジでやばい。一人でぷよぷよ。ぷよぷよ、本当に下手なんだけど、好きなんだよね。スプラトゥーン、私、神だよ。私、スプラトゥーン神だよ。やっばいよ。って言って、雑魚だった。超恥ずかしいね。うん。あ、バジェさん、ありがとう。ジャバカ、ありがとう。ありがとう。いや、でもね、あれよ。スプラトゥーン、普通。最近やってないから、普通。マジで普通。うん。ママミ。エーペックスレジェンズ。ねえ、だ、エーペックスさ、前に行った美容室でさ、なんかさ、今までびっくりしたわ、あれ。腕前？EU の方はイスプラ行って、でも、スイッチの方は全然できてなくて、A で止まってます。A プラで止まってます。A プラで。いや、Wii U の時はガチでやってた。ガチでやってましたね。でも、なんかスイッチになってからさ、仕様が変わったじゃん。仕様が変わってから、A プラはヤグラかな？なんだったかな？あれ？なんだっけ？そう。すごいよ、もう。見ないでやってたよ、コントローラーを見ないでやってた。だいたいわかるんだよ。こう、飛ぶときにさ、ポチって押すからさ、それで見ないでプチッと。あれが良かったんだけど、スイッチが、それがなかったから、その機能が。それでちょっと、なんか慣れなくて。いや、なんかできなかったな。ジャイロ慣れない？マジ？そう、なんか前に行ってた美容室でさ、その、新しくできた美容室に行くのが私すごい好きで。うん。ねえ、そこでなんか、ゲームとかするんですかみたいな話になって、え、ゲームと思って、ああ、みたいな。嘘つけないからさ、はあ、みたいな。ゲームはしますね、みたいな話してて。そうそう。ねえ、ゲームの話になって、なんかね、エペックスが出てきて、一緒にやりませんかみたいな。え？なんで知らない人とやるんだろうと思って帰ってきたんですけど、そう、びっくりした。いや、びっくりした。で、なんか、ね、インスタとか、バレ、なんかこう、見てたら、そう、びっくりして、そう、いろいろとね、みたいな。ちょうどね、三毛猫じゃなくて、プライベートの、インスタを見てたので。そう、幸いで。いや、すごいよね。なんか、すごいよね。なんか、そのコミュ力高くない？いや、すごいなって思った。めっちゃすごいコミュ力高いなって思って。私はさ、コミュ力、雑魚だからさ、へえとか、ふうって、はい、みたいなことしか言えないんだよ。はぁ、みたいな。はい。FX ですか？アップデートが、とか、
パソコンが壊れてるかもしれない、なんか重たいかもしれなくて、できなくてとか。いやでも、あ、それ、エイペックス、あ、わあ、とか言って。いや、わかんないよ。そう。勉強になったわ、ミケさん。やめな、惹かれるよ。惹かれるでやめな。他に普通に話しかければいいじゃん。エペ女子少ない。え、そう、なんかやってる人多くない？わかんないけど。これさ、なんだっけ？あそこ。いや、あのさ、ゲームのサイトなんだっけ？動画サイト。なんだっけ？いや、違う。あ、にゃー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 。あー、プンデカオープンデックだっけ？ミルダムだっけ？なんかそんな感じのところ見てるとさ、やってる人多くない？私はスプラトゥーンをずっと見てたんだけど、カップでボイチャーしてるの聞いて死にそうになった。入っちゃえばよかったのに。こんにちはーっつって。な、私だったら入るわ、そんなか。普段コミッションだけど、なんかカップらがいちゃって多分入るわ。はい、あ、こんにちは、よろしくお願いしますとか言って。あ、めちゃくちゃド下手ですけど、よろしくお願いしますつって入ってくる。破壊してくよ。あ、こんにちは。あれずっとやってたんですか？あれ、お友達なんですか？とか。私、ノラです。私、ノラの、あ、こんにちは。あ、いや、どんな感じでした？調子どうですか？いやノラのミケネ、いや、だからなんか、やだな。やだ。いなくないな。下手だしね。めっちゃ上手かったらさ、また話は別だよ。また上手かったら、なんだろう、話は別よ。なんか、そういうさ、何？エイペックスとか。上手かったらもうやるやるってなるけど、ど下手だしさ。ど下手だからさ、無理だよ。無理。うん。バロラントもさ、FPS じゃない？え、バロラントはでも結構変だっけ？なんか、結構 FPS 寄りなんだっけか。まあ、FPS は好きだけどね。一人でやるのは好きだな。まあ、一人しかいないんだけど。やる人なんていないんですけど。マジむずいよ。へぇー。マジで何にもやってないかわかんないな。ソロしか勝たん。いや、わかる。いや、ソロだよ、ソロ。ソロ。いや、だってさ、ソロって神じゃない？よく考えてみんな。ソロじゃん。ソロでやるじゃん。あのさ、いつでもやめられるんだよ。疲れたなーって思ったらさ、いつでもやめられる。人がいるとやめられる。やめられないんだよ。苦しさ。いや、まあ、こういうこと言ってるから誘われないで、やばい。いや、人、やりたいな、ちょっと、あ、でも忙しいな。やりたいけど忙しいな。あ、でもな、ちょっとぐらいだったらいけるかな。20分とかだったらな、いけるかな。いや、私はずっとゲームをソロでやってきたから。そう。ずっとやってきたから、ソロ。あ、でも、ドラネスは友達とやってたな、さすがに。うん。さすがに、ドラネスはでも一つやってたんだけど、その時のギルドっていうのがあって、ドラネス懐かしい。わかる？ドラネスって知ってる？エンジニア使ったんすけど、合ってるよね？エンジニアニアだっけ？エンジニアかな？あれ？やば？もうね、すごいよ。なんだっけな。
なんか倒しに行くんだよね。そう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 。何か倒しに行くんだけど、リーダーやってる人が、もう本当にね、もうガチガチのガチの人で、8人、あれ？もっと、なんかそれくらいで行くんだけど、もうね、倒し終わった後に1時間反省タイムがあってね。そう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 。それで、それを、反省タイム、なんだったっけな。今、いやーすごかったね。すごかったね。なんでこの時ダメし、いやーうぅ。ごめんなさい。すみません。場所を間違えました。場所を間違えました。いる場所を。いるわ、そば。で、それをね、半年間ぐらいしてたら、人と話すのが、話せなくなった。うん。いや、ガチ。で、それから、FPS してた、ずっと、一人で。で、最強だなぁと思った。あ、うわ、FPS って最強だと。一人でやる FPS 最強だってずっと言ってた。うん。絆ブレイクゲーム。いや、もともとでも、ギルドに絆なんてある？あ、やばいやばいやばい。ゲームはゲームでしょ。あ、でもね、全然ね、なんか、撫で合いとか好きじゃないからね、いいんだよ、それで。それでいいんだよ。めっちゃおられてたしね、なんか、三毛猫、お前何その格好みたいな。何それ、何も課金してないんですかとか言ってたからね。3000ですかとか言ったからね。やばくない？いや、その通りなんだけど。いや、当時ひどかったからね、そう。めっちゃ言われた。もう、はい、って言って。無課金ですって言って。無課金なんですって言って。自分は300万かけましたとか言って。何これって言ってたもん。やっばーと思って。やべえな、つって。他のこと、ちょっと、こんなゲームって、まあ、でも、強くなってるし、私はその時めちゃくちゃ貧乏だったから、ふざけんな、とかまで聞いて。何言ってんのかな、ほんと、ほんと、寄付しろ、寄付だとかも。おぉ、どうした、ちょっと待って。どうした。遊んでるの？遊んでるのか。かわいいね。課金マウント本当にさ、あれずるいよね。私もしたかったし。私だってしたいよ、できることなら。あ、金崎さんありがとうございます。チューンドさっき食べたよね。ちょっと待ってて。いいよ。したいよ。だってかっこいいじゃん、なんか。ゲームで強強になってさ。ゲームで強強になれていいなーってずっと思ってたよ。いいなーって。うん、いいなーって。いいにょーっつって。あ、お茶箱ありがとう、うがです。ありがとう。いやー、いいよね。課金スキン、いいよ。わかるわかる。いいよね。あれってロマンがあるよね。やばい。ゲームやると私ダメなんだよな。あのね、課金とかしちゃうしね、なんかこだわっちゃうからね。なんかハマっちゃうからね。あんまり、そう。そー。無限に、見た目気に、いいよね。わかる。だって今のゲームってさ、いろんなのにさ、課金できるじゃんね。あれいいよね。で、強くなったりさ、なんか解放されたりさ。あれいいよなぁ。あ、ガンジーさんおはよう。今かねんの？
ふう。めっちゃ元気じゃん。君さ、めっちゃ元気だね。ボタン一つやめなやめな、高すぎやん。高すぎ高すぎ。おいしょー。でもさ、なんだろう、例えばガチャとかだったらさ、なんか、なんだろう、ちょっと貢献してるなとか思わない？負けても。なんか負けてしまってもさ、例えばなんかこう、何？貢献、いや、なんだろう、あの、より良い技術が、そう。あ、そう、こう、開発してくれよな、みたいな。そう。え、寄付だと思う。わかる。え、それ、私、今、おかしなこと言ってるかな？いや、やばいかな？いや、そう。そう。うん。だと思う。アニメの円盤か、ああ、一度見たけど、え、それ、私もね、円盤買う派だったよ、ずっと。お小遣いとか貯めて、買う派だった。で、円盤買って、そのまんまに、あ、流れ星綺麗ありがとう。で、そのまま部屋に置いといたら、めっちゃお母さんに怒られた。ミケちゃん！ちゃんとこの中に入れとかないと見えなくなっちゃうよって言われた。うん、A 型だからさ。もうすごいんだよ、A 型だから。母が。いやもうすごい、出しいつでも見られるじゃんとか言ったんだけど、ダメでしょ、後ろに気が傷ついちゃうでしょとか言って、えつって、いやまた次見るんだよつって、最近はその大切さに気づいて、まあ、子供だったからね、中学生ぐらいとかだったから、そう、最近は気がついてね、あ、そう、気がついて言えるようになった。 B 型だけど分かりに、B 型って気にすんの？すんの？ B 型って分かんないな。あ、お茶わかや、500もありがとう、金崎さんありがとう、お布施、これからもありがとう、なんかしてんな、え、なんかしたいな、え、ありがとう。なんかないかできないかな。なんか最近ね、ちょっとだけ落ち着いたら、なんかどっかのサイトでゲームでもしよっかなと。いや、なんか、そう、普段できないようなゲームを、他のサイトで、ゲームでも、名前変えてしようかな。もっとなんか名前ビケネコでもなく、あーとかいいとかうーとかで、なんか一人でぼーっとやってようかなって思ってた。うん、何もツイッターも一からなんかして、でもなんかゲーム配信してようかなみたいな。まあ声でバレるまで耐久しようかな。え、だからバレないよ。で、嘘つけないから、バレたら、あは、はいっていう。あ、何ですかって。あ、バレちゃったなーっていう。あー、うん。認めるよ、私は嘘つけないから。うん。そうだよ。明日、あ、でもね、多分ね、11月も、12、いや、これ言ったらさ、普通にバレるくね？11月いっぱいとか忙しいかな？そんな暇ねえな。で、12月も忙、あれ？ 1 月？ 2 月？来年の、え、待って。え、待って。来年の4月ぐらいかな？来年の4月ぐらいまで、ちょっと無理だね。そんなことしてる場合じゃないね、全然ね。うん。来年の春だね。春。
そうだね。今はそんなことしてる場合じゃないから。うん。あ、今年終わるね。みんな、どんな今年だった？うん。あ、シプラさん、あ、いいね。あ、でもシプラさん、やるよ、絶対やる。絶対やる。なんかこっそりやりたくないな、スプラさんとかは。うん。スプラ楽しみだ。今年は、引きこもりだった。兄さん、引きこもり。外いるのストレスたまんない。ストレスでしかなくない？外って。やばいな、私、とんでもねえこと言ってるけど。え、もういいんだよ、家の中で。だって、家の中って安全じゃん。なんもないじゃん。ね。うん。なんの危害も加えないしさ、人にぶつからないしさ、ね、人に話しかけられることもないし、人と喋らなくても、あ、今はそっか喋ってるか。うん。なんだよ。しかも、一人の空間、超良くない？何しにすると、だね、何しに行くんだろう。なんか飲み物とかご飯とか買いにかな。あ、もう私終わってね、私のせい。やばー、終わってる。ラフな格好、やばいよ、今。パーカー1枚だよ。で、これでさっきコンビニ行ってきたしね。うん。すごいよ。楽。自分の部屋が一番落ち着くね。ま、なんか、クローゼットでも落ち着くからな。ギルドで出会いをしないと。え、ゲームでなんか出会いを探すってこと？怖くない？たまにさ、見かけるよね。怖くないの？え、私さ、一人、ソロゲーム時代からずっと思ったんだけどさ、たまにいるじゃん。あれ、怖くねって思ってたけどね、ずっと。オフって、オフ会って会うってこと？ゲームの友達、どうして？マジで？え、それしたことないな。え、もう、マジで怖いって、ほんとガチの怖い、やなかったね、私さ、わっからなんか、ふんわり聞いたことはあったけど、なんでそんな怖いことするんだろうって、なんでそんな怖いことするんだろうって思って、聞いてたな。うん。すごい。多分私行っても喋れないしな。無理だな。対人気、わかる、一緒だわ。多分それだ。ね、友達にネットで知り合って結婚してて。すごい。なんか運命だったんだね。すごいね。なんか、すごい。なんか、すごいもんな、やばいんだけど、感想がさ、小学生なんだけど、すごい、あれ、そうなんだ、とか。うん。勇気がないな、勇気が。行く勇気がないな。いっぱいいるんでしょ？10人以上いるんじゃないの？もう10人やばいわ、10人。10人 ?20 人 ?5 人ちょっと、いや、私は男だったら楽しいかも、ワンちゃん。5、6人か。いや、全員女の子だったらワンちゃん、いけるかな？ワンちゃん、あや、無理かも。女の子、3人とか。いや、3人無理だな。あ、待って。あの、ちょっと待って。ちょっと待ってくThank you.
丈夫かな。あ、ちょっと待って待って待って。おいしいな。おいしいな。これ食べれるのか。どこよ。小動物を飼ってるんですけど、その子が数日前から目が開かなくてですね、本当に急で綿棒とかでお湯でこう目をね開けようとさせてるんですけど全然開かなくて、なんかね急に今日変でですね、おかしくてですね、目やに、そうさっきまで目やにだったんですけど、ちょっと夜11時過ぎぐらいかなからフラフラしてて、そう動物病院近場に全然なくてですね、結構小動物を見れるところが少なくて、食欲はあるんですよ。でもすごくフラフラしてて目も開かないし、そうお尻が汚れちゃってて、それを拭いてあげたんですけど、今はまあ汚れてなかったんですけど、ちょっと店に明日行こうかな、今日か朝一で行ってこようかなって思うんですよね。うん、なんかそうそうびっくりしててね、なんだろうどうしたんだろうっていう、今ご飯、今お水飲んでるなって思って、そうそうなんかカタカタって聞こえたから、あれって思ってお水飲んでるって思ってね見に行ったんですけど、いやわかんない、どうしたんだろうな。いや栄養はいろいろあげてるんですけど、ちょっと、まあ、心当たりがあるのが、まあ猫うち飼ってるじゃないですか、その病院に行ったりしてるからそこかなとか、まあ、わかんないですよね。
わかんない。もうそれまで何にもなかったから、すっごい元気だったんで、そう、めちゃくちゃアムスター元気すぎて、あ、超動物先生元気なんですけど、でも急にですよ、急に、やっからん、わっか、だから心配なんだけど、ご飯食べてくれる、私ね、動物ってご飯食べてくれなくなったらマジでやばいって思って、でも今もうちょっとフラフラしててやばいなって思うけど、だご飯食べるなって確認して、だこまめに小動物用のチュールとかをちょっとゼリーとかあげてるんですけど、だ今日絶対に行ってこようと思ってて、だからさっきも実は仮眠取ってたんですけど、うん、いや食べないな、もう小動物からするともう本当にもう一刻を争うというか、もう終わりと言っても過言ではないぐらいですかね。うん、まあチュー食べてましたね、さっきゼリーも食べてたし、ちょっとまあ抗生剤とか打ってもらう感じかな。ちょっと手洗ってきますね、ニコにもなんかあったら困るので。いや心配ですよ、朝一で行ってこようと思います。うん、ですね、これはちょっと夕方まで待てないな、眠れないです私が朝一でもうね、行こうと思ってるところは見つけてて、そう、いやー、うん、なんか、うん、そうですね、なんとか頑張ってもらって、いやー、よくなる、なんかね、あのね、見た感じね、まだ一年も経ってないんですよ。経ってないんだけど、なんか丸まってるの。こう。なんかね、年老いたみたいな感じになってるのよ。え？って。いやって思うんだけど、急になんだけど、あ、わかんない。私、動物病院で働いたんですけど、小動物を見てなかったので、わかんないんですよ。全く。全くわかんなくて、で、さっきまで、だから夜ずっと、検索してて、カタカタカタって。検索してたんだけど、背中が丸まるとかはなんかなんかこう、老化みたいな書いてあって、みたいな。で、もうちょっとで1年なんですけど、あ、もうそろそろ1年だな。もうそろで1年って感じ。うん。いや、わからん。わからん。でも、小動物は、正直なんだろう。こう、やっぱ、小動物と過ごすのは、もともと覚悟をしていたから、飼う時から、そうそう。だから、その分、たくさん毎日、お散歩二日に一回お散歩させたり、美味しいご飯をあげたり、こう、寄ってきてくれたら、開けて撫でてあげたり、押してきてたので、うん。そうですね。まあ、辛いものは辛いけど、まあ、できることをね、しようっていう感じですね。うん。いや、めっちゃ可愛いですよ。めっちゃ、だって、目が見えなくても寄ってきますからね。もう、やばいですよ。心、ハートブレイクですよ。ぶち壊れますよ。うん。ぶち壊れ。いや、でもなんか、ね、きっと、
病院の先生たちが何とかしてくれるって信じてるので、うん、その安心かな。なんか何とか絶対してくれると思う。あとね、ペットちゃんのあの頑張りようとか、うん、それで結構なんだろう、落ち着いてるというかはあるかな。だから動物にもバレちゃうしね、なんかこっちがあれだと。そうそう、元気になってもらおう。元気になってもらうことが大事ですね。うんうん、今日漢字読み取るよね。かわいいよね、本当に。この間さ、ウサギがいたんだけど、いいなって思ったの。そう、私ウサギ大好きなんだけどさ、なんかもう飼えなくて、うん、なんか飼えないなって思うの。そう、なんかまあ、猫もいるしもあるけど、一番がさ、ウサギはもうほんとストレスに弱いからもう無理だなみたいな。そう、あと猫もストレスかかっちゃうしかわいそうだしっていう。あといなくなっちゃった時も絶対に無理と思って、もう飼えないねえ。って感じだな。やぶりうろウサギ屋は世界一好きだから。うん、あんなに可愛い生き物は、やばい、猫と猫たちの前でこんなの言うの嫌なんだ。うん、そう。亀が長寿よ。ワンチャン亀のが長生きするかもしれない。人より。どうなの、自分がいなくなった後さ、亀どうすんの、かわいそう。お死にそうになったら川まで連れてくる、うーっつって、ごめん亀も無理かもしれないっつって、元気でな、バタ。爬虫類か。爬虫類はね、見る分にはいいけど、触れないかな。ちょっと怖いかもしんない。捨てないででかい。かわいそう！捨てないで、ほんとに。もうね、もう捨てるとかするんだったら、もう花から飼うな、ほんとに。って思う、毎回。飼うんじゃねえって思う。爬虫類はね、見るのは好きだよ。見るのはすごく好きだけどね、触れないな。ちょっと怖いな。なんだろう。あとちょっとやっぱなんか、わーってなるかな。餌が黒い。あー、ネズミとか？ちょっと無理かも。ごめん、ちょっと無理かもしんない。あの、ネズミ好きだからさ、私さ。うん、いや、ネズミ好きだ。小動物っていうか動物が全般的に好きなので、ちょっときついかな。餌が G、 もう無理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 、もうほんと無理、ほんと無理、ほんと無理、嫌だ。だってなんかさ、前ちっちゃい時に飼ってたハムスターがさ、実家でなんか玄関を散歩させられてたので、おーっつって、おー元気かっつって、なんか触ろうとしたら、お散歩してなんか食べてんだよ、もぐ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 、んっつって、何食べてんだろうって見たら、あのゴキブリ食べたんだよね。わーびっくりしちゃって、うわーっつって、リビング行った。どうしたのとか言って、ハムスターちょ食べてたんだけどつって、えーとか言って、ゴキブリ退治しなきゃとか、いやそっちみたいな。綺麗にしてるのについに入れたかとか言って、なんか隣の家が
隣のお家がよく、なんかそういう駆除みたいなのをしてて、その駆除したのがうちに来てほんと迷惑なんだよね、とかなんか言ってて、それどころじゃないんだけどね。うちも駆除してーってなった。そう。で、駆除してた。いや、出なかった。だからうちはもう出なかったね。それがあったからね。それはびっくりした。うん。いや、業者さんが来てやってくれるんだよ。そう。業者さん。え、そうなの？なんか業者さんが来てくれたよ。いや、びっくりした、あれ。うわーい！だからしばらく触れなかったもん。ジャンガリアンハムスター。うん。で、なんか、なんだっけな。な、私さ、うちなんか、いや、特定しないでね。なんか庭がめちゃくちゃ広くて、実家ね。で、なんかこう、土とかもあるの。土とかもあって、土、な、誰か、落とし穴作った人の、ひどい時は。まあ、それくらい結構なんか土の面積も多くて、ね、あの、穴掘って、ハムスターをお散歩させてたんだよ。うん、ちっちゃい時ね。小学生の時。で、その穴の中でハムスターと一緒に遊んでたの。そしたらハムスターがなんか食べてんの。また。ん？と思って。あ、逃げなかったな。登れない感じだった。そうそうそう。何食べてんだ？と、ミミズ食べてんの。もう私びっくりして。ねえ、お母さん！って。助けて！ハムスターがミミズ食べてるって言ったら、お母さんも、ギャーとか言って。ミミズダメなんだよ、うちみんな。うわーとか言って。お兄ちゃんが助けてくれた。だよ、みたいな。うるせえな、つって助けてくれて。お兄ちゃん、つって。お兄ちゃん、つって。お兄ちゃん。お兄ちゃんがいつも助けてくれた。いや、ミミズ無理だって。いや、どっから出てきたと思ってね。びっくりしちゃった。いやー、ミミズ無理だった。いやー、びっくりしたね、それ。でも葉っぱとかあげてたよ。葉っぱ。草むしりした葉っぱとかあげてた。実家の時。ミミズも食べちゃうんだね。うん、ミミズも食べてたね。びっくりしちゃったよ。私は。もう、ショッキングすぎて、またそれから数日間触れなかったもん。うん。無理だーと思って。無理だ。触れない。そう、定期的に触れなくなるって。で、うさぎ飼ってたから、うさぎとお散歩してた。うさんぽ。なんかね、うさぎのリードがあるの、うさぎのリードが。それで、ぴょんぴょん、ぴょこすか、ぴょこすかね、遊んでた。で、途中で歩くのやめんだよ。なんか知らんけど。疲れたんつって。抱っこして持って帰ってた。うん。え、散歩できるよ。ぴょこたんぴょこたん歩いてくれるよ。ぴょんぴょんぴょんつって。たたたたたたたとかな、テンション上がると急にターンって。わーっつって。で、急にもうなんか疲れたんつって動かなくなるから、そうしたら抱っこして持って帰ってきた。おいでっつって。うさんぽしてた、うさんぽ。え、顔、ちょっとテンション上がるとなんか、すごいジャンプするよね。ビューンみたいな。あ、超可愛いよね。カラス狙われたことないな。いや、カラスって怖いよね。なんであんな怖いんだろう。なんかもう自分たちが上って分かってるよね。もう怖かったもん。え、なんかさ、前ね、あ、いつだったかな。だいぶ前に、あ、学生の時かな。自転車の中に何かを入れといたの。パンかな？なんか食べれるみたいな。みんなでお腹空いたねって言って入れといたら、なんかね、カラスに食べられて、えって言って、なんか見つめ合っててしばらくカラスと。あれ？全然どかねえみたいな。え、どいてくださいって言っても全然どいてくれないの。
それ私のパンですみたいな。全無視無視、でも目の前食べてて、えって友達が寄ってくれて、友達も寄ってくれても全然どかないの。そう、びっくりした。食べ終わるまで待ってたんだよね。うわーみたいな。わー無理だ、怖すぎるよと思ってね。さあ、どうぞ食べてくださいっつって。最後加えて持ってったから、あーっつって。うわー。涙目。さよなら、みたいな。もうちょっとで、ガチそれ、ほんと、なんかなんだよ、みたいな。俺のパンだぞ、みたいな。誰だって、みたいな感じとか、うわーっつって。はーっ、どうぞ。近づいたらやられるってなる。あ、やられるんだ。カラス様には勝てなかったね。勝てない勝てない。強すぎる。強い。そろそろ寝るか。そろそろ寝るかみんな。もう1時間も配信してるよ。うん、こんなくだらねえ話を絶対1時間も喋ってたって思ってすごいな。だら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 。いや1時間もこんなね、なんかもう、脳死トークを聞いてくれてありがとね。ちょっと、4時になるからそろそろ終わりにするわ。まだ起きてるけど。お小間切さんありがとう、邪魔く。あ、でもよかった、楽しんでもろて。よかった、よかった。じゃあ。あー、こんなにありがとう。シロさんもありがとうね。チモシンさんありがとう。ニャコさんもありがとう。金月さん何度もありがとうございます。うわー小間切さん。メガネさんありがとう、邪魔く500も。ん？どなたどなた？赤部さんありがとうね。こんなありがとう。ウェイ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 。ウェイ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 。と、マンコドニッチェさんと、エリアさんと、アクレストさんもありがとう。いや、お茶もありがとうございます。こんなありがとうね。じゃあ、みんなおやすみ、ゆっくり休んでください。わーサムさんありがとう。なんでこんなくれるのありがとうございます。重い金様や。ただ、よかった、よかった。わーわーめっちゃ、する。え？びっくりして、今固まったね。ブルーシャドウさんもありがとう。クリオシもありがとう。え、重い金さんもほんと、ありがとうね。ちょっと、え、皆さんありがとう。え、呼べてる？私。これは猫の鼻息です。私の鼻息じゃありません。後ろにいる猫の鼻息です。読めてない人いない？大丈夫？ちょっと、アクレスさんも言った。ちゃんと言ってるよね。なんか反映されてなくない？ね、反映されてる？ありがとうです、本当に。あ、そぼろさんもありがとう。美味しそうな名前だな。ありがとう。じゃあ、今日はみんなでお休みしよう。ありがとうね。おやすみなさい。おいおい、行ってきます。エリアさんもありがとう。バイバーイ。うん。おやすみなさい。あっと。